アーサー・ボーエン・デイビスはアメリカ合衆国の画家であるロバート・ヘンライラが作ったグループザ・エイトのメンバーとなった。神話やグ話など幻想的な題材を描くことを好み象徴主義の画家の一人ともされるニューヨーク州のユーティカに生まれた幼い頃にニューヨークの展覧会で風景画家ジョージ・ネスの作品を見て強い印象を持ったと伝えられる。 家族とシカゴに移った後、1879年から1882年の間、シカゴの美術学校、アカデミー・オブ・デザインで学んだ後、アート・インスティチュート・オブ・シカゴでも学び、ニューヨークに移った。ニューヨークでは、雑誌の差し絵画家になった。ロバート・ヘンライやジョージ・ラクスラと知り合い、美術家、グループ、ザ・エイトのメンバーとして1908年に、 ニューヨークの画廊で開かれたグループ展に出展した。1912年にヘンリー・フィッチ・テイラーからアメリカ画家、彫刻家協会の会長の職を引き継ぎ、1914年まで会長を務め、1913年にアメリカで初めて開かれた大規模な国際美術展、アーモリーショーの開催に貢献した。ありがとうございます。